アイドルグループ乃木坂46が9日、公式 YouTube チャンネル、乃木坂配信中で生配信を行い、通算37枚目シングル、歩道橋、12月11日発売の選抜メンバー19人を発表した。センターは遠藤さくらが務めることが決定し、生配信では同楽曲の初披露も行われた。乃木坂46サンセブンスシングル、歩道橋選抜メンバー&フォーメーション。